百花百郎戦国忍法帳。はい、百花百郎続きからやっていきたいと思います。すいません。なんで今スタートっていうかホームボタン押したんだろう。前回ね、お待ちしていました。ではお手をどうぞ。はい、だいぶちょっときついというか重めな展開を迎えてしまった中ですね、私が生き延びようとしたためにたくさんの人を不幸にしてしまった。まあ それはそうなんだけど、でも結局やっぱさ、諸悪の根源はいるわけだから気にしちゃダメよ。人のためになりたいと思っていたのに、それどころか危機を招くなんて。これから先他の甲賀人たちと、それなぁ。うわ、自分のノートに、刃当てる。これで自分の首を貫けば全てが終わる。ちょっと思い詰めすぎだな、でもな。お、最後に浮かぶのは月下丸のことばかり。ここにおられましたか。何も言わずに姿を消されては困ります。長次郎殿と修行をするにしても、せめてこの俺に一言告げてからにしてください。言ったはずです。たとえ里にとってどれだけ重要な命であろうと、俺にとっての一番はあなたをお守りすることだと。でも俺にとってあなたは天です。月である俺はどんなことがあろうとも決してあなたから離れることはありません。たとえあなたが甲賀の忍びで亡くなろうとも、あなたが俺の守らなければならない大切な方だということに何ら変わりはないのですから。前の時から買った時も離れずと思っていた月下丸。あれ、今月下丸ってどうしてんの？一緒にいなかったっけ？あれ、私はもう耐えられない。こんなに多くの人を犠牲にしてまで生き延びるなんて。まぶたの裏に浮かぶ月下丸はやっぱり私をただまっすぐに見つめてくれていた。いた小刀が勢いよく弾かれ、私は目を開けた。ちょっと待って、意外なんだけど私。どうした半蔵？おそらくあの娘は自ら命を絶とうとするだろうか。家康様が仰せになった通りだな。どうして本当に。半蔵やっぱこの格好かっこいいね。秀吉様殺害の罪で私を撃ちに来たのですね。撃たれる恐怖よりも安堵が勝った。これで全てが終わる。そう思ったのに。勘違いをするな。お前を追っているのは甲賀の追い人たちだけだ。俺、そして徳川忍び組にその命は下っていない。そういえば猿之助が言っていた。甲賀の順、本当何？もしお前が自害をしようとしたら、この言葉を伝えよと。家康様より申し使った。何？娘、一度しか言わない。しっかりと聞け。今より三月の間、甲賀の追い人たちに倒されることなく生き延びてみせよ。もしそれができたならば、秀吉様殺害の件を再調査するよう家康様が強く進言してくださるそうだ。本当どういうこと？甲賀の追い人から生き延びれば再調査を。なぜですか？なぜそのようなことを家康様が。話は以上だ。あれか、やっぱ家康が一番上につくのかな。答えてくださらないのですか？今の話は他言無用だ。お前の胸にだけ収めておけ。もし誰かにこのことを話したら、その時点で話は無効だ。月下丸にもダメ？半蔵様の目はやはりとても鋭くて、これ以上は何も聞けないことだけが分かった。甲賀の追い人から生き延びれば無実が証明できるかもしれない。要するにでもそれってって感じだよね。お断りさせてください。どういうことだ？
二月の間に甲賀の鬼人たちと会ったら間違いなく戦いになります。私はこれ以上かつての仲間たちと戦うことができません。追われるのはお前だけなのにか。確かに今ここで命を絶てばお前はこれ以上苦しむことはない。だが月下丸はどうなる。お前を救うために命に背き全てを捨ててきたあの男は一人取り残されてどうなるのか。分かっていた。月下丸が一人残されてどれだけ絶望するのか。だけど取り残される残酷さを誰よりも知っているお前がそれをするのか。ダメです王妃様。さ、こちらに。ああ、これね。カナリ様、どうしてこのようなことに。王妃様だってまだこんなに小さいのに、まさかご自分で命を絶たれるなんて。王妃様がかわいそう。え、ご自分でも絶たれたんだっけ。とすごい一人称ユータだ。子供の頃だった人と同じ。やっぱ私なんだな。お前は守られているだけだな。そうね、真理だわ。それは本当真理だと思う。そして最後に守るのは自分だけか。半蔵様の容赦ない言葉に胸がズキリと痛む。いやマジそうだね、言う通りだね。そしてそんな月下丸を置いて自分だけ死んで自分だけを守ろうとしている。月下丸に全ての苦しみを残して。ですが半蔵さん、私が生きようとすると周りの目が傷ついてしまうんです。それはお前が本気で生きようとしていないからだろう。お前の中途半端な気持ちが招いたことだ。助けられたのなら本気で生きろ。月下丸を救えるのもまたお前だけなのだぞ。後ろ姿いいですね。娘、俺からの言葉だ。己の運命に抗え、そして生き延びろ。ではな。だから要するにあれよ、もうそのなんか何 ?3 ヶ月ぐらい、あのもう完全にちょっとあの見つからない場所に行こうよ。ないのそういう場所。半蔵様の言葉が頭の中でずっと回っている。気づくと私は元の場所に戻っていた。結局戻ってきてしまった。辺りを見回すと猿之助の墓の前に膝をつく月下丸の背中が見えた。月下丸は肩を小さく震わせていた。声を殺して泣くって一番きつくない？なんていうの？泣くとき。あ、でも大人になると声出さないか。そうだよね。いつも私を守ってくれた月下丸、常にまっすぐに伸ばされていたその背中は力なく丸められていた。私はこの背中に親友を殺した苦しみと一人置いていかれる絶望を背負わせようとしていた。猿之助、すまない。初めて聞く月下丸の弱々しい声に思わず駆け出す。あの抱きついていた。なぜ謝るのですか。私が弱いからです。あなたに救い出されたのに私は本気で逃げる覚悟をしていませんでした。流されるままに逃げ、己の状態を嘆き、猿之助と対峙してもまだ対峙してもただ戸惑うだけで、そのせいで猿之助は。あなたのせいではありません。早く一人で死んで楽になろうとした。この背中に重荷だけを負わせて。
でもさ、これでゆうたちゃんがこうほら戦うというか強い意志を持てばいいことよね。うん。そのようなこと言わないでください。どうかお願いです。決してご自身を軽んじないでください。俺にとってあなたは何よりも重いのに、あなたにとっては軽い。俺はそれが途方もなく悲しいんです。あなたの存在は何にも変えがたく重いものなんです。どうしてそんな風に思えるのでしょうか。私は物心ついた時から父様の笑った顔を見たことがあります。え、笑ってたよ。あの手紙をあれした時ね、薄気味悪く、あげく糸も簡単に捨てられました。そして母様はまだ幼い私を置いて自ら、これ自らじゃない、切ないねえ、父様からも母様からも必要とされていなかった。そんな私がどうして自身の存在を重いなどと思えるのでしょうか。むしろ逆だ。そうね。痛いほどの力が私の手を握る。あなたは確かにここにいらっしゃいます。今この背中に感じる温かさと重みを、俺は何よりも大切にしてきたんです。俺ではダメですか。俺はあなたの父上にも母上にもなれません。ですがあなたに対する思いはこの世の何にも負けません。俺のこの思いではあなたが自身の存在を感じるに足るものにはなり得ませんか。俺にとってはあなたの存在が世界のすべてなんです。なんかもうあれだよね、最高のプロポーズじゃないもはやね。娘、月下丸を救えるのもまたお前だけだ。幼い頃からずっと私を守ってくれていた月下丸。月下丸は何もかも捨てて私を助けに来てくれた。彼にとって私を守るということは本当に世界の全てなのかもしれない。無礼を承知でお願いします。ただ一度、一度だけでいいです。俺が守るべきあなたの存在を確かめさせてください。え、どういうこと。曇りをしっかりと俺に刻みつけたい。俺の守るべきあなた。俺はあなたのすべてが尊い。あなたは俺のかけがえのない方です。お願いします。どうか少しでもそれを分かってください。あなたの存在を、その重みを。いや、やっぱ月下丸いいよ。言葉で腕で体全部で月下丸、私が生きることの意味付けをしてくれる。内側からの衝動にこらえきれず涙する。抱えるように強く月下丸を抱き返した。抱きしめる月下丸の体が熱すぎるからか、抱き合う部分が徐々に溶け合うような。あら、まあでもてっきりね、これちょっと本当に野暮ですけど、私確かめさせてくれって言うからキスでもするのかと思って、はっと思ってたんだけど、さすがにでしたね。私はもう迷いません。あなたに助けられた命、精一杯生きてみせます。大丈夫。ありがとうございます。俺のすべてはあなたのため。あなたが生きようとするその命、
何に変えても守ってみせます。私は家康様の話を受けることに決めた。これからさらに甲賀の、そうな、だからキャラちゃんだけは来ないでね。そうなんだよ、3ヶ月でしょ、結構長いわね。でも全力で逃げ切ろう。月下丸に助けられたこの命を彼と生きるために。うわ、8章だって。何章まであるんだろうね。結構サクサク進んでるよね。お、飛騨の国、街道、岐阜ですね。もうなんか、あれだよね。やっぱ岐阜だからこれ、本当に私なのかもしれない、この主人公は。うん。猿之助との戦いから数日が経ち。あ、数日か。このところ、甲賀の忍びとは遭遇していない。ずっと歩き通しでお疲れでしょう。この辺りで休憩を取りましょうか。私はまだ大丈夫です。ただこのまま街道を進み続けてもいいのでしょうか。見つからないように山へ戻った方がいいのでは。誰が追い人かは分かりませんが、甲賀の手だれの忍びが相手となると、どこを進もうと同じことです。ならば少しでも早く目的の場所へつける道を選ぶのが最善でしょう。それに山よりも街道の方が進むのも楽です。いざという時のために体力は温存しておかなければ。うん。私黒雪だと思ってるんだけど。でもキャラちゃんも選ばれてそうだよな。この近くに沢があるようです。水を飲んで少し休みましょう。沢って何？テオ、坂が急ですから気をつけてください。ありがとうございます。え？あ、何？申し訳ありません。やはりこの坂は危険です。水は俺が汲んできますので、あなたはどうぞここでお待ちください。ピュアだよね、月下丸はピュアだよ。うん。行ってしまった。少し前から月下丸はこの調子だった。どっか不自然でぎこちない。どうしてしまう。気づきなさい、ユータちゃんもちょうど鈍感よ。そっと息をつく。その時、え、凍てつく空気が辺りに走る。終わった。平和な時間が終わりを告げた。早くない？一瞬だったんだけど、水汲むかどうかみたいなので終わったんだけど。待って、意味もなくさ、手裏剣をバカみたいに投げてくるってことは黒雪じゃない？違う？体が動かない。ごめんね。でも痛くはないでしょ。ホレミーってこともないけど、この野郎、何をしたんですか。何って、忍術に決まってるじゃん。ちょっとお前の影を縛ったんだよ。さてと、どうしよっかな。月下兄もダメだよね。大事なおひい様から目を離すなんてさ。だから言ったじゃん、俺が護衛役代わってあげようかってね。月下に。あらあらあら、月下丸が着地するよりも早く私を抱いて後ろに飛んだ黒雪は、抱かないでくれよその肩を離せ。月下丸の目は、うわ、ついに倒す。やっぱ黒雪はいいよ、私どんどん倒そうと。嫌だよ、離せ。火のような殺気が全身から放たれる。かの殺気で気づく。黒雪、あなたの攻撃には最初から殺気がありませんでした。私を殺すのが目的であればとっくに殺せていたでしょう。他に何か目的があるのですか。なんだと結構冷静なんだね。冷静よ、私は常に冷静。うん。何なの目的は。目的ね、それはやっぱり何、お前かな。え、は、うわっ、え、ほっぺ
ペに口づけただけ。やだ。何をする。いやもう当然よ、最悪本当に。やめて、まだ私月下丸ともしてねえのよ、そういうイチャイチャイベントみたいなの。大丈夫ですか。いやもう無理、辛い、泣きそう。安心してよ、俺は老い人じゃないからさ。え、本当？本当なの？なんか信用できないよね、あんまり。むしろ逆だよ。正直俺はお前や月下兄がいない甲賀と縁が切れようがどうだっていいしね。お前が追い人でないという証拠はどこにある？それな。ひどいな、実の弟を疑うの。証拠って言われてもそんなものないよ。でもそれで言ったらさ、ごめんなさい、黒雪のセリフ中だったのに録画が止まっちゃってごめんなさい。本当に何を言っている。俺が追い人のわけがないだろう。そうだそうだ、結果は私のことを伏見城から逃がしてくれたのですから。うん、完全に信用してんだね。なんか面白くないな。まあ証拠なんてないんだけど、俺も一緒に連れてってよ。まだお前を信用したわけではない。それにお前はふざけた真似をする。ふざけた真似？ああ口づけたこと？やだな、ふざけたわけじゃないよ。だって本気だからね。それはそれで困るのよ黒雪、やはりお前は信用ならない。なんでだよケチ。月下兄がここまで分からずやとは思わなかったな。分かったよ、じゃあ俺が知ってる追い人の情報をあげる。これでどう？あ、でもそれはありがたいよね。うん、ごめん、そこまでは分からないんだけど、追い人の数は全部で5人だって。 5？ なんでも甲賀に嫌疑がかかってる状況で、石田三成が認めた人数が5人だって話。でもさ、残り4人って誰よ。キャラちゃんでしょ、多分長次郎でしょ、誰あと3人誰？霞はないと思うのよさすがに。誰？猿之助が選ばれていたことを考えると、残りの4人は猿之助と戦ったの。ああ、そう、戦いの結果を黒雪は聞かなかった。私たちはこうして生きていることがその答えだと察したのだろう。まあこんな状況だからさ、味方は一人でも多い方がいいでしょ。敵かもしれない。そうなのよ。まだ言うの？結果に頭固すぎ。だって4人でしょ、4人のうちに何で選ばれてないのか分かんないよね。だってどうされましたか。あまりに子供の頃のやりとりと同じだったので、ついようやく笑われましたね。ずっとあなたの笑顔を見ていませんでしたから、よかった。そんなに心配かけてしまっていたなんて。真面目な月下兄だけじゃ彼女だってそうそう笑えないよ。だからやっぱり俺も一緒の方がいいって。うん、わかった、いいだろう。その代わり少しでも変な素振りを見せたら容赦しないからな。はいはい、わかったよ。じゃあそういうわけでよろしくね。大丈夫？なんか不安だな。総員に残り4人、私はもう逃げないと決めた。家康様との約束の期日まで精一杯生き抜いてみせる。数日前、美濃の国。これは猿之助の鉄鋼鍵。じゃあ猿之助は？やだ、絶対やだ。鉄鋼鍵が墓標代わりなんて、あんたの墓としては十分じゃないの猿之助。でもまさかあんたが山の中で負けるなんてね。俺は山の中なら無敵だっていつも言ってたくせに、大したことなかったじゃない。あんたが死んだら、私はこれから誰と口喧嘩をすればいいのよ。
ねえ答えなさいよ。答えてよ猿之助、答えなさいよ。ねえねえってば。でもあんた大したやつだわ。甲賀の忍びとしての教授を貫いて、こんな胸くその悪い任務にも背を向けなかったんだから。あんたの墓を前にしてようやく私も覚悟ができたわ。あの子は私が仕留める。約束するわ猿之助、甲賀人の名にかけて。まあもう最悪最悪すぎ。なんかまあでもな、キャラちゃんの気持ちもわかるよな。そうよなって。キャラちゃん主人公の猿之助とイチャイチャできるゲーム出してくれよ。こうやって3人で旅を始めてから、ね、もう5日になるかな。ところでさ、今更なんだけど、月下兄たちってどこか目指して進んでたりするの？なんか言いたくないその情報流されそうじゃない？単純に今日から離れようとしてるだけじゃないよね。どこに行こうとしてるの？東北の地にあるという抜け人たちの隠れ里だ。そこならばこの方の安住の地となるのではないかと考えた。本当にあるのかどうかもわからない場所だが、昔かがり様に言われたんだ。かがり様に？ああ、もしもの時にはそこに行くようにと。へえ、もしもの時ね。それにしてもよく覚えてたね。うん、確かに。薄情な話ですが、お顔などはもうおぼろげです。ですがたまに夢に見ることがあります。母様の夢ですか？それは一体どんな？俺の名を呼び頼みますとおっしゃるのです。あ、この間見てたよね、その夢ね。はい、きっとあなたのことでしょう。おそらく俺が子供の頃にかがり様から言われたことなのではと思います。大丈夫ね、その後ろの人。本当にね、黒柳、本当大丈夫？誰か倒れてるよ。え、女だよ、大丈夫？あ、すみません、少しめまいを起こして。あ、そう。大丈夫です、家はもうすぐそこですから。頑張って、じゃあ帰ってください。ならば送りましょう。私冷たすぎる。そんな、申し訳ないです。でもさ、これ典型的じゃない？これ絶対キャラちゃんじゃないの？典型的な敵って感じしない？気になさらないでください。大丈夫？さあどちらですか？道端に放っておくことはできませんから。道端が無理ならちょっと川にでも放り投げとけば。そうそう、こういう時は人の行為に甘えといた方がいいよ。申し訳ありません。この道をまっすぐ行って少し開けたところです。わかりました、では行きましょう。でもこれがキャラちゃんだとして、みんなを騙せるのすごすぎない？そしたら鈴奈どうしたんだ？ちょっと待って、本当に、ま、なんか普通の人だったの？すみません、座長、めまいを起こして倒れてしまって。ごめんなさい。じゃあ鈴奈さん、この親切な方たちがここまで運んでくださったんです。具合はどうですか？おかげさまで随分良くなりました。あ、よかったね。それにしてもここって家っていうか。はい、ここは旅芸人の小屋です。小規模ながら旅芸人の一座である東座を率いております。この旅はうちの座員である鈴名を救っていただき誠にありがとうございます。何かお礼でもしなければなりませんね。いいえ、礼など無用です。大したことはしていませんから。ちょっとでもお金ぐらいもらっといてもいいんじゃない？そういうわけには参りません。座員を助けていただいて何のお礼もしないわけにはいきません。どうぞ何なりとおっしゃってください。お金。旅芸人か。じゃあさ、俺たちを一座に加えてくれない？ああ、なるほどね。ねえ、
月下兄もそう思うでしょ。そうだな。何を言い出すの、何か考えがあるってこと。それなら任せた方がいいだろうか。私は静かに成り行きを見守った。俺たちは上方に奉公に出ていたのですが、今は東北にある故郷へと戻る途中なのです。しかし路銀が尽きてしまい途方に暮れていました。ただ弟と妹に野宿をさせるのは辛い。お金などはいりませんので食事と寝る場所をいただけませんか。なるほどね。さすがに芸はありませんが、炊事洗濯といった雑務や力仕事など何でもこなします。どうでしょうか。確かに今ちょうど下働きの手が足りておらず、人手が欲しいと思っていたところですが、それでは恩人をこき使うようでなんだか申し訳のない気が。お嬢さんもいきなり旅芸人の一座の手伝いなんて大変でしょう。うん、大丈夫です。え、あら、どうして驚いてるんだろう。エカマルが私にだけ聞こえるようにことを、え、歯切れ、うん、急にその呼び方は驚きます。え、かわいい。間違ってませんよ。あと月下丸は敬語も外さないと。座長、この方たちがお困りならば一座に迎えて差し上げましょう。お願いします。そうですか、わかりました。そういうことでしたらお三方を私の一座に迎えましょう。こうして私たちは本当にそのザ、この一座にさ悪い奴はいない。不安、一週間経ったわよ。旅芸人の生活は知らないことも多かったが、少し手伝うことも増えてきた。裏方を任されていた私と月下丸、黒い毛は何やってるの。さあさあお立ち会い、お立ち会い。ご用途を急ぎでない方はぜひとも私どもの芸をご覧あれ。はい、ということでですね、今回一旦この辺で終わりましょうかね。いやー、だとちょっとあれですね、やっぱり予想通り次に来るのは多分キャラちゃんなので、そこが憂鬱ではありますね。あと黒雪、私はまだ信じてない。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。